はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます私が久しぶりに嵐のライブを見させていただきながら勝手に思うことを解説お話ししていく動画ちょっと神気味でしたけれども、えー、今日でも11本目になりました前回はですね、えー、二宮君大野くんのソロの曲をですね順々に聴かせていただきましてですね、えー、20分も超えるほど、まあ、熱く語ってしまったわけなんですけれども今回はそれが、えー、大野くんのレインが 終わったところで、お野くんがこうセットの後ろ側に歩いて行って左に曲がったところで止めましたので、今日はその続きですね。マジカルソングそれからミコシボーイ。なんか聞いたことありますね。これミコシボーイは。で、これね曲の分数がね概要のところにあるんですけど、これこう2分ちょっとずつぐらいで動いてってるからメドレーっぽくもしかしたらなってるの。 かもしれませんねもしかしたらこの次ちょっとね読み方難しくてえ調べちゃったんですけど「リ」カッコ「マーク」カッコ「エイブル」って、えー「エイブル」ってね「ABLE」B L e、って書いてあって読み方はこれで「リマーカブル」と読みますというふうに書いてくれてるね、えー、説明してくれてるサイトがありましてそれを見つけましたけれども、えー、そしてまたその次も言っちゃうかなもしかしたらこれまた難しいですよこれは LA「LA」のあと「TOM」 「TORMENTA」o R M e N T A、って書いて「ラ・トルメンタ」というスペイン語で「嵐」という意味ですということでね今やもう本当にインターネットがあったからいろんなことすぐ調べられますけどなかった時代は私たちはどうやって調べてたんでしょうねこれね辞書とか調べてたんかなこれで「LFA」でもこれだって英語でもないもんねスペイン語ですもんね 便利なな時代になりましたということで、えー、どの辺まで曲一気にいけるか分かりませんけれども今日はレインの続きの「マジカルソング」からいってみたいと思うんですけど、えー、レインの終わったところでね私止めてるんですでそれが1時間17分23秒それからその次の曲「マジカルソング」が始まるのが1時間20分あるので3分ぐらいなんかあるんでしょうねこれねこれもいつも初見で見させていただいてるのでんだか分からないんですけれども 大野君のレインが終わったところで止まったまんまになっておりますので1時間17分23秒からえ続きを見てみたいと思いますそれではいってみましょう再生ーンさあピーンジュイーンおェおウお。ワオウェオウか電子音が鳴ってチュイー青い光がちょっと奥の方で嵐という文字が点滅してますね。 誰か下から DJ ブースの前で上がってきました。これ松潤ですね。すごいな。ヘッドホンの後ろがテッカテッカしちゃって、周りも全部ピカ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 ン。さあ下からスモークが来て、紫色の明かりがついて、さあ片っぽで。Lights Angel Man, p l DJ MJ。松本潤くんの M じでね。Here we a r g o ボタンを押してピャーン。

こうね、ちょっとこう加工された松潤の顔をって動きながらそこにこういろんな英語も出てますこういろんなボタンいっぱいあるさあ、そして後ろのモニター右左に今度は一人男の子が歩いてるような映像が流れてそれがクロクロ回ってどっか行っちゃいましたよ綺麗な顔しますね、松潤こうやってヘッドホンしながら下向いてこうやって DJ プレイしてますけど さあ軽快な音楽 DJ×MJ と書いてます。やばいやばいやばいと文字が今出てきましたよ。さあんかこうベースの音が少し少なくなって「やばいやばいやばい」とまた出てきました。おっきなモニターに文字が出てきてキューと何かを絞って。

さあ後ろっかに若い頃のあれ何ですか相葉君んあれなんか相葉君の声サンプリングされて映像もいっぱいいろんな相葉君が出てきました上から下から横からあまさき .com」っつってたんだよまさき c o m c o m ム o m っつってたのからさあそして出ましたなんかこう。 お決まりのポーズでタイトル今一瞬出ましたけどマジックソングねマジカルソングさあ来ました「ザ・マジカルソン」松潤が DJ をやってって歌うの相葉君ならそどでかい眼鏡ですよこれサングラスフィンガー5もびっくり。マジカルソ さあそのメガネを置いてわジャケットの裾のところというかこう端っこという端っこに電色ついて綺麗なカラフルカラフル何ちゅうのカラフルあれですよすごい帽子までズボンの横まで全部ズボンって言わないか今パンツの横までラインが入って真っ暗の中でも分かるように全部こう節に電色がついてますさあそこで踊りながらもともとこれカクカク綺麗のいいダンスをしてますよ ダンとダン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 アイくん来るっと待っていたマジカルソンいついつまでも届く響く痺れるほどに夜を越えると見えてくるだろう弾むリズム一つになれる。 「It's a Magical Song」見つめられると心躍るこのままゆえみ朝が来る頃消えてしまうの願い願はえひとつになれる It's a Magical Song これわざと多分カタカナっぽくね「It's a Magical Song」って歌ってると思いますこれがちょっとまた面白くフックになっていいですよね「モンスターという音が鳴ってさあ DJMJ が。 ーンスターモンスターの音声 <laughs> なんかみんなちょっと大野くんと二宮くんが青と赤のこうなんつかバンダナ巻いてまあかっこいいと言えるかどうかわからないサングラスを2人で前に「S」と書いた大野くんの赤い方黒いランニングシャツに「S」と書いたそれお前もやれよ」みたいな感じで二宮くんの方は今度は「K」と書いた青い文字が。 イーど,うどういうことなんでしょうあの映像はこれ。でん。そう。このみこしボーイとなりました。さはははははと言いながら、はっははは,はと言いながら、どうなりましたこれさっきのここに K の人。 二宮君そしてここに S の人小野くん「増えたよすごく増えたよ」「世界のエビパーティーが好きなもの芸者侍藤山」1人がこう真ん中にいてこう5人がね <laughs> 祭りがないんだろう小野くん「なつりみこしまつり」「知ってくれ知ってくれ祭りは知ってくれ二宮くん」「侍なんてもういないよ」 でも、祭りは、あるよは、大野くんのすごい、回っちゃってるみんな、5人。周りですね、松人も、横目で見て笑ってます。興奮するくせに、はしゃくだけ <laughs> <laughs> ちょ。どういうことなのこの、ワッショイテンション、ワッショイテンションさ。にじます釣りじゃないよ。祭りだよ。どういうこと 祭りとマスズリがかかってんのこれ松岡じゃないよ祭りだよ松と松がかかってんのこれ U 字じ,じゃないよ U 字だよタカじゃないよタカだよどういうこと大宮エスケじゃないよ大宮エスコシだよエスコシってなんなんだよ本当私もそう思いました今チャンチャカ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 このリズムが変わって松順の後ろにスノーク当たかれて ヒビッドヒッホビ大卒のアイドルマイク持ちペン持ちタイトルを奪い取るさこらくんが出てきて映像ですよ今ドンストップと研いだ爪隠し牙をむくさあそしてキラキラさっき読み方わかりましたリマーカブルさあそして 桜君とんでもないくてもまいよ気象予報をうまくるわけよ以上気象東から西へとかけて大移ちりじりバリバリ転いきたい人上上上,上,上がる気道の組みう空中飛行う,うまいね早く歩くおせん雨が降りるって固まるちゃう噂じゃどうやかなまるでおわらそんなもんでたそうかな獣の道でも通らばあおっとっと止まらないお、うん カメスモーセータイクルズイメディアタイコーズイソーリー。アミネアホドリジュワリジュワリススここコトーキマスジュンがこう東京ーディア大空から地上へラチジョエマタズイエーイユッテルマスジュン。ひとつカらずあアリノまマナにひとつカグラス。カメツェズナある文字あナドフウエディヒトスアイサたうメカイトクシ,シューマタマタいイトライトクライトしブシパルセオイエーイ、oh, yeah、そう。急にみんなにオーイエーでマイクが回ってきましたよ。の方右の方,右の方 all that 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 people the もう英語だと絶対言えないこんなん早く。Say, oh yeah! マスジュン、oh yeah! 左の方左の方 all that that people the that e oh carry、yeah、ほう、お客さんよくついてて、oh yeah!Tokyo! Come on, e e v r y b o d y Say, I'll see it! わ、すしいね。I'll see it! この C がかっこいいね。s a e r y b o d y s c r e a m いや、忙しかった。Here、yeah, I picked up my man, DJMJ! メッセンジェントマン DJMJ カメラに向かって松潤がポーズを決めてビューッいつでもどこへいつでもここへカンバーッさあまたヘッドホンしてさあ来たこれもさっき読み方やったけどヒヤイヒェイとラトルメンタですまた来ましたさあさくんがみんなを煽って

舞い上がれさあさく桜君が追いかけてラップが入って「体を熱く駆け抜けろ」「確から駆け出し当たなきゃフラッシュ聞こえるか」「嵐山が上下に行く風」なるほど「嵐」という文字がね「だ風手を取り呼び起こせ嵐」「さあ解き離れて」 そうですね自分たちのグループ名をスペイン語で言ってる言葉ですから「いきなり言い出すあなたんだトーツうスオでヤマル団体動物」「周り気にせず毒は来たす」「濃ゆい顔立ち濃くあります」「何度も何度も何度でも」「どうしましょういつ何時も」「かける情熱いつもパツくん」「気が付く小さなミスにまマすチューン」とさメンバー紹介の歌だ「セマッチューン」メンバー紹介の歌ね。 どんどんバンバン会話に多いよ擬音が好きがある時いろんなことをやるから香り気温が上がり止まることを知らないむしろ意味わからない聞いて意味わからないって言われて手紙を書いたら泣いちゃった相葉ちゃんとかわいい阿部くん say 相葉ちゃんと相葉ちゃんとみんな相葉ちゃんと相葉ちゃん相葉ちゃん演技派の選手だ演じた十七歳の数々見てみないお二ノ目くんきたよかんメロディー にしたんだ鋭い視点の観察官ちょっと弾いてみるライク客観何でもこなすつまり「キーヨー」こいつがギターかけ鳴らす「ニーノー」と「ニーノー」と「ニーノー」ーノーはねみんな大きな声で言ってますけどそう手を挙げる。 でもたばけではないでしょこいつが一応三年長を絵を描いて小野くんお辞儀してますそうでもなきまマジのんべりこの仕事だけプータローは野くんイエイ歌を聞かせたらコウさんだおっさんかいやいやおうちゃんさーおうち,ちゃんとんおうちゃんみんなおうちゃんとおうちゃんうわおうちゃんうわすごい後ろ向きで歩いて 行くだけでもちらっとラ光るのがヘゾピアスクラップヨヘイズ body つけてますメリーハリー最速でバイトル大卒アイドルライ桜井ライショークさあさくら君がセシェーンとウサインボルトの時代これショークーとあら探しあたり探しそのすそばに騒ぎまさにあらしー さあ、5人が今度揃って真っ白い緒に黒のベストをね、着てまあ、ベストじゃない人もいれば二宮こう、上からこう、布を巻いてます布舞い上がれ体を。熱く駆け抜け抜

5人で外向きに円を描きながら踊って「タッ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 」わ最後腹がドーンとその丸いみんな5人がいたステージのね5方向だったかな4方向だったかなバーンと今火花がと飛んでいって止めさせていただきましたけれどもいやーこれあのー、一気に4曲やっぱいっちゃいましたね。 マジカルソングみこしボーイ何回見ても覚えられないリマーカブルラルラトメンタでございます一気にいっちゃいましょうこれしかも、まあえー、松潤が今ね DJMJ としてこうみんなの、まあ、ソロの曲なのかなマジカルソングとか、えー、リメイブルとかリマーカブルとか全 リマーカブルとかで最後は「ラ・トルメント、まあこれはもうね5人がこうそれぞれを紹介するような歌詞になっている楽曲でしたけれどもなんかうまいことね私が偉そうに言うのなんですけどもこう構成として。 なんかこうね、ソロの曲「えー、ギミックゲームレインと」と二宮君と尾野子のソロがあった後に松潤が出てきてちょっと曲をこう、ね、サンプリングしていくような感じで美味しいとこ取りでぴょんぴょんぴょんと、えー、3曲あって「ラ・トルメンター2012」まあ、20と今回のタイトルはなってますけれども、えー、と続いていきましたけれどもまああのやっぱりみこしボーイ <laughs> ですよね <laughs>。 何ですかね真ん中に人がいて棒をつないで横に誰かいてっていうこういうね何て言うかね特殊効果というんですかね <laughs> ああいう,こう見せ方みたいのはもう随分前になりますけど私の記憶が確かであればですね、えー、モノマネ 王座決定戦という番組が昔フジテレビでねよくやってましたそこにものまねて天のという方たちがいましてコロッケさん栗田寛一さん清水明さんそしてビジーフォーというね、えー、まあ四社四様っていうんですかねの、まあ、いろんなものまねをしてくれる人がいてそのビジーフォーという人たちのネタの中で一回出てきたのが私は見た最初なんですまあそこが本当に発祥か分かりませんけど。 でそれを見ててもゲラゲラ私は笑ってた記憶があるんですよちちっちゃい頃ねすごい面白いなと思ってそれをこの二宮君と大野君が自分たち真ん中にしてねここに「S」と「K」って書いて和成君と聡君の頭文字を取ったと思いますけどあのこうやってこうやりながらね真ん中に二宮君大野君がいて他にこに右左に二人ずついるような状況でで私はねなんで今この話をじっくりしてるかというと。 二人とも私は1個前の動画で、ね、二宮君の表現力も素晴らしいと言いましたそして大野君も,もう歌い回しそれから動きの切れも素晴らしいと言いましたがちょっとこの楽曲はね2人とも、まあ、その真面目に歌う楽曲じゃないというとちょっと語弊があるかもしれないですけどちょっとこう面白半分で歌ってるじゃないですか。でこの音声というかこの歌声って私すごい貴重でいいなと思ったんですよね。 はい、決してそのね上手かと言われたらもうね半分ふざけながら歌ってますから、えー、すごい上手な歌い回しではもちろんないちょっとどっちかというとこうみんなを楽しませるね見た目にしてもという感じだと思うんですけどなんか普段はね当たり前ですけど楽曲に合わせてメロディー伴奏に合わせてちゃんと歌うということが、えー、当たり前ですしそれが、えーまあ、嵐というね まあ、一つのパフォーマンスになってる、まあ、これはまあ嵐限らずですけどでもちょっとこうやっておふざけ半分でやってるところにこのライブ感とか生感というかなんか途中しゃべりながらとかねわははと笑いながらみたいなそういうのがやっぱりこう垣間見れるとファンの人たちというのはあ本当に本人たちが今ここでやってるんだっていうなんかある意味すごくライブ感が出てたもうほんの数分だと思いますけど。 状況だったと思うので,でましてや私は小野君の歌い回しというかね歌声というのが本当に素晴らしいなとまあ思ってるわけですけどという人がちょっとこうおふざけでというか、えー、軽めに歌っているというところにちょっとレア感を感じて私おおっと見た感じの面白さもさることながらちょっと何回か繰り返し見たいなという感じ。 パンと出しに行った音程が合うとかねなんか、まあ、誰でもねプロの人なんかはそうかもしれないです、まあ、それこそダンサーさんなんかでもちょっとねふざけて踊ってる時にはうまさ出ちゃうみたいな面白さあるじゃないですかなんかそういう見方が非常にできる面白い、えー、パフォーマンス楽曲だったなという、えー、感じがしますけれども皆さんもねあのコメントでたくさん書いてくれてましたあの大宮コンビを さんが見るることとになななのはちょっと嬉ししいいいみたい書てててくれてましてでも私はこれをねちゃんと初めて見ましたので今ちょっと見て途中笑ってしまいましたけども、まあ、この振り幅もひっくるめて嵐ですから逆に言うとこの今のみこしボーイがあって最後にちょっとねこう真面目に感動的に歌われたりすることによってこのギャップでみんなグッときちゃうみたいな、まあ、大事なんですよ振り幅っていうのはね、まあ、こんなに振る必要があったかどうか分かりませんけど。 あのね装置がどっかこうねあの楽屋裏とかにこうやって <laughs> 本人がいない状態で22の右左のあの人形という、まあ、人形って言っちゃいけないかな装置がなんか置いてある絵、えー、もう想像すると非常に面白いですよねあれね <laughs> そう。まあでもライブですからこれはねしかも「アラフェス」という皆さんのリクエストを頂い,いた中で、えー、それを基本に歌ってるイベントですから非常に面白かったですし。 うんいい場面だったと思いますねきっと。<laughs> はいということで今回もえらい長くなってしまいましたけど一気に、まあ、あのメドレーのようになってましたけど4曲見させていただきましたもうね残りの数がもうそんなにないですよ11曲しか私が見る限りないですからあっという間に後半戦にやってきてしまいますけれども、えー、続きはまた明日行こうということで皆さん今回も長くなりましたが最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。